あれ？ここどこ？どうしよう、迷っちゃった。いらっしゃいませ。今日はどのお花にしますか？花なんかいらんわ。じゃあお任せで花束を作りますね。いらんと言っておるじゃろうが。全部の色を使ってっと。ったく、何度も何度も幼稚化しよって。学習能力がないのか貴様らは。貴様、今から少し出かけてくる。すぐ戻ってくるからな。はい。ボティス、元に戻る薬をもらってくる間、貴様をよろしく頼むぞ。いや、じゃあこいつと二人にするな。それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。話を聞かんか。ふんふん。ほう、どこか行くのか。うん、秘密のお買い物だよ。影とシディにプレゼント買うの。おー、それはいいのでしょ。影は欲しいって言ってたゲーム。シディにはレストランの美味しいハンバーグをあげるの。疲れた時は美味しいものを食べたり楽しく遊ぶと元気が出るから。なら買い物ができる魔法のカードをわしが貸してやる。わー、いいの？もちろんじゃ。キキキ、元は影雄のものだがな。ありがとう、ボティさん。お買い物に行ってきますと。よし、行ってきます。ゲームショップは商店街だから、まずはそこに。わあ、猫ちゃんだ、かわいい。わあ、あれ、どこ行くのかな。わあ、待って、猫ちゃん、ちょっとだけ遊ぼうよ。わあ、わあ、子供に会いに来たんだ。くっついててかわいい。あ、私プレゼント買いに来たんだった。あれ、でもこの公園よく見たらいつものとこじゃない。ここどこ？どうしよう。公園。どうしよう、迷子になっちゃった。商店街もどっちかわからないし、このまま影にもシディにも会えなくなっちゃったら。どうしよう、ゲームソフト持ってきちゃった。嫌がらせされるのが怖くて、ついあいつらに言われた通りに。でもお店の人は困ってるだろうし、今からでも謝りに。でもそんなことしたら親にも学校にも連絡されて警察とかも。なんでこんなことやっちゃったんだよ。お兄ちゃん大丈夫？あ、何か困ってるの？あ、大丈夫だよ。それより君まだ小さいみたいだけど、一人で公園に遊びに来たの？私はプレゼントを買いに。どうしたの？どこか痛いの？ここどこか分かんなくって、商店街に行けないの。あー、迷子になっちゃったのか。商店街ならこの公園を出てまっすぐ行けば着くよ。本当？うん。やったー。あ、美味しそうだ。はい、どうぞ。え？優しいお兄ちゃんにプレゼント。美味しいもの食べて元気出して。あ、ありがとう。お兄ちゃん、ありがとう。これで影とシディにプレゼント買いに行ける。気をつけていくんだよ。はい。プレゼントか。あんな小さな子だって頑張ってるのに、僕は何をやってるんだろう。やっぱりこれは返しに行こう。商店街へ。ここをまっすぐ行けば商店街。影、シディ、待っててね。拾わないと。あれ、お財布がない。どうしよう、ボティスにもらった魔法のカードがないとプレゼントが買えなくなっちゃう。お財布どこ。何か探してるの？ああ、昨日この辺りで転んでね。その時大事な指輪を落としたみたいなんだ。じゃあ私と一緒だね。一緒？私もさっきそこで転んでお財布落としちゃったの。じゃあすぐに探さないと。じゃあ私もお兄さんの指輪一緒に探すね。気持ちは嬉しいけど、自分の財布を探しなよ。こっちは大丈夫だから。気にしないで、私はカレコレ屋だから。カレコレ屋？カレコレ屋はね、困ってる人を助ける何でも屋さんなの。
っている人がいたらどんな時でも助けるのがカレコレ屋なんだ。だからお兄さんの指輪も絶対見つけるよ。ありがとう。それじゃあお願いするね。任せて。おっと、指輪あったよ。こっちもお財布を見つけたよ。お嬢ちゃんのお財布はこれかな。うん、これだよ。お兄さんすごい、ありがとう。お嬢ちゃんの方こそ、指輪を見つけてくれてありがとう。大切な人へのプレゼントだったから本当に助かったよ。お買い物やった、商店街だ。よし、二人へのプレゼント早く買いに行かなくっちゃ。まずはゲームショップから。ごめんね、このゲーム売り切れてるの。じゃあどこに行ったら買えますか。この辺じゃ買えないかも。どうして。このゲーム今大人気でね、近所のお店にないからってうちに来るお客さんもいるくらいなの。ネットを探せばあるかもしれないけど。そんな、力になれなくてごめんね。うん、教えてくれてありがとう。はあ、ゲーム買えなかった。ゲームはダメだったけど、ハンバーグを買っていってあげよう。美味しいもの食べたらコゲも喜んでくれるよね。ごめんなさい、ハンバーグは予約分以外は売り切れちゃってるの。ハンバーグも。どうしよう、プレゼント何にも買えなかった。これじゃあコゲとシディを元気にできない。ヒサ、コゲ、シディ、帰ったら書き置きがあってびっくりしたぞ。たく、一人でうろつくんじゃねえよ。うわあ、ごめんなさい。ああ、別にそんな怒ってないからな、シディ。ああ、ヒサメが無事でよかった。違うの、プレゼント買えなかったから。あ、二人を元気にしてあげたかったのに。このフライヤー、俺が欲しいって言ってたゲームの。このレストラン、ハンバーグが美味しいとこの前ヒサメに教えた店だ。ヒサメ、ありがとう。俺たちを喜ばせるために頑張ってくれたんだよな。その気持ちが俺たちは何より嬉しいぞ。あー、プレゼントはさ、3人で買いに行くのも悪くないんじゃね。それはいいな。ヒサメ、今度の休みにみんなで出かけたいんだが一緒に来てくれるか。コゲ、シディ、みんなで一緒にお出かけする。し、決まりだな。あれ、君は。あ、指輪のお兄さん。さっきは助かったよ、ありがとう。カレコレ屋だもん、当然だよ。お兄さんもハンバーグ買いに来たの。うん、それもだけど、僕と結婚してください。え、必ずあなたを幸せにします。どうか受け取ってください。はい、喜んで。やったー、おめでとう。なんかすげえもん見ちまったな。お兄さんよかったね。お嬢ちゃんのおかげだよ、本当にありがとう。そういえばさっきハンバーグって言ってたけど、お嬢ちゃんも買いに来たの。うん、でも売り切れてた。そっか、それじゃあ。やったー、ハンバーグ、ハンバーグ。あの人が譲ってくれてよかったな、ヒサメ。家に帰ってみんなで食べよう。つーか、お礼って何のだよ。指輪がどうとか言ってたけど。へへへ、実はね、今月のカレコレのオープニングが新しくなるぜ。楽曲を担当してくれたのは、あの何やってもうまくいかないを手掛けた名誉さんだ。してね。ねえ、これ恥ずかしい。